おはようございます。ようこそお越しくださいました。ゆっくりハムスターのきなりです。今日も占っていきます。少しでもあなた様の一日のアドバイス、きっかけになれば幸いです。それでは早速行ってみましょう。まずはラッキーナンバーとラッキーカラーを出していきます。ラッキーナンバーとラッキーカラーは占い中、僕の上に表示されてます。サイコロの出目がナンバー、サイコロが転げた先の色がカラーです。本日のラッキーカラーはピンク、ラッキーナンバー2です。それでは続きましてタロットカードで占っていきます。シャッフルして2枚のカードを出しています。どちらか選んでいただいてもいいですし、両方の結果の複合でも OK です。アルケミアタロットカードを使っていきます。どちらか選ばれる場合は決めてください。リーディングに入っていきます。約10秒間お取りしました。進めていきます。まずは1枚目めくります。カップの3の逆位置が出ました。怠惰な楽しみに浸る。仲間と共に、協力的で惰性の毎日に浸ります。実りのない語り合いや行動により、ただ時間を浪費するという暗示です。私生活と公的生活のバランスを崩していたり、愛情型や性への端的によって、自分自身を見失っている懸念を暗示しています。あるいは、三角関係など、感情のもつれで悩んでいるかもしれません。安らぎや穏やかな関係を望んでいるにもかかわらず、それが手に入らないジレンマを抱いていることも、いずれにしても、不安定な関係を解消したり、環境のリセットする必要がある時です。深入りは避けてください。カップの3の逆位置の意味は妨害、誘惑に流される、目標を見失う、三角関係、深追いすると痛手を負う、何かの過剰な状態によって均衡が崩れる。2枚目めくっていきます。塔の正位置が出ました。突然に見舞われるショック。勢いよく稲妻が塔を貫きます。まさに晴天の霹靂のようなショック。全く想定していなかった出来事が起こり、混乱もしますが、それに乗じて溜め込んでいたフラストレーションが解放されることも、衝撃は大きいものの一瞬で終わり、その後はスッキリしていることが多いでしょう。恐れていた予感が的中したり、どこかで無理をしながら続けていたことが、突然のハプニングで崩壊するかもしれません。でも一連の劇的な変化は、自身の力では変えられなかったことを、天の大きな愛によって、魂を本道へと戻そうとする作用が働いているとも考えられます。もしかして、追うべき目標が間違っていたのかも。この世に無駄なことは何一つありません。理不尽で非常に思えることの中にも、大きな愛を見出しなならば、苦境をチャンスに変えられます。塔の正位置の意味は急激な変化、不測の事態、破綻、激変によってそれまで手にしていたものを失う、虚栄心がくじかれる、損失、転機、魂の成長。本日の占いは以上になります。少しでもあなた様のお役に立てれば幸いです。最後までご視聴ありがとうございます。気に入っていただけましたらチャンネル登録・高評価をよろしくお願いします。ぜひまたお越しくださいね。